オッケー、いくよ、やってみて。緊張するね、このなぜかボタンを押すのが一番緊張する、はい、います、はい。サニッチです。ためになるなるなるです。はい、というわけで今回はですね、はい、リモートでゲーム実況やっていきたいと思います。今回やっていくのが Keep Talking and Nobody Explode みたいなやつです。なんか、ね、どういう意味ですかね。なんか多分ね、喋り続けて、うん、爆弾を解除しろみたいな感じだと思います。ちょっとわかんないこれは爆弾を解除する側と解除できるマニュアルを持って、そのマニュアルを見て指示する側、うんうんうん、この二手に分かれて爆弾解除を目指すっていうゲームなんですよね。はい、で今回、私たち二人いるので、なるが爆弾を解除する人、はい、はい、なのでゲームをね操作する方で、私は、マニュアルを今持ってるので、このマニュアルを見てなるに指示する側をやりたいと思います。はい、いやこれ我ながらいいあのコンビなんじゃないかなと思っている。そうですね、ちょっとなるにマニュアルを任せはちょっと不安すぎる。で、まあ、なるがうまく今の状況を説明できれば、うん、私の方で噛み砕けるのかなって。なるほど。ちなみになるのゲーム画面は私には見えてません。はい、なるの方にも私のマニュアルは見えてません。見えてません。じゃあ早速やっていきましょう。はい。おお、何これ、はなんかすごく映画の世界みたいになってて。始まってるの？爆弾を発見しました。はいはいはい、爆弾がの時間がどん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 あります。はい、じゃあでです、ね、状況説明お願いします。はい、はい、爆弾が一つありまして、はい、分かってるそれは6個の部屋に分かれてるんですよ、うん、部屋。はい、で、一番左側が配線で、その左下がなんか変な記号が書いてある。あ、はい、で、真ん中が時間、右がボタン、中止って書いたボタンです。中止、わかりました。じゃあまずこっちも書いてあるんですけど、はい、ワイヤーからいきましょう。はい、3本から6本のワイヤーがついてるらしいんですけど、そっちなのに何本ありますか？はい、1、2、3、4、5、6本あります。6本のワイヤーの場合、はい、黄色いワイヤーはありますか？はい、黄色いワイヤーってあります？あ、2本あります。ある。え、怖い。黄色いワイヤーが2本、白い、むずい。黄色が1本しかなくないよね。2本あります。2本あるんだよね。はい、そうでない場合、赤いワイヤーがありますか？あ、赤いワイヤーあります。赤いワイヤーがあるかな。赤いワイヤーがなければ最後のワイヤーを切る。そうでない場合は4本目のワイヤーを切る。じゃあ赤いワイヤーがあるということは4本目。1、2、3、4、白のワイヤーを切っていいってことですか？じゃあやってみてください。はい、おー、セーフ。緑のランプついた。緑のランプがついた。じゃあクリアクリア。次、はい、なんだっけ、なんか変な記号が書いてあるモジュールがあります。多分キーパッドのことかな。あ、そうかも。じゃあちょっと説明を。はい、何がある？4つあって、うん、左がなんか C を反転したやつに真ん中に点みたいな。あるあるある。で、その右が星。星？普通の星？黒の星じゃなくて。黒の星。黒の星。あ、黒の星。はい、で、その下の列の左が、うん、なんか毛虫みたいな、あの毛虫、あの3、数字の3に、うん、あの触覚と尻尾が入ってるみたいなやつがあります。数字の3に触覚と尻尾が入ってるみたいな。何それ。数字の3ってあります？え、数字の3、待って、それが分からない。で、うん、とりあえずですね、その右が、分かった、あったごめん、あった、あった、はい、その右が、小文字の B に手がついてるみたいなやつ。あ、分かった、はい、ありました。え、ちなみにそうです、2分12秒です、はい、C がさ、反転とか言ってたけど、反転してなくない？ C って、普通の C じゃね？あ、反転してないですね。ねー、もう分かんな判定したやつもあるから全然判定しなかったです。あ、順番分かりました。はい、まず、小文字の B のやつを先に押してください。はい、押しました。はい、次 C。 C、 はい、で、次なんか3に触覚のやつ。はい、で、最後に欲しい、はい、欲しい。お、クリアできた。よしよしよし。
後この中止っていうボタンなんですけど、ボタンが青いですか？黄色いです。黄色。爆弾にバッテリーが何本ついてる？1本。電池みたいなやつだよね。1本。残り1分。やばい。うわ、わかんない。ボタン何色だっけ？黄色ければ、あ、ボタンが黄色ければボタンを押したままボタンを離すタイミングが大事らしい。で、黄色い場合はカウントダウンタイマーが5になった時に離す。なるほど。今30秒。だから多分1桁台が5になった時。なるほど。何、多分15とか25とかわかんないけど、多分5がついてるところで話す。よかった。じゃあちょうど5秒の時に行きます。おお、やばい、マジ最後の最後じゃん。よし、11 10 9 8 7 6。待って、合ってるか。怖い。え、パンチ出たよ。そう、爆発した。死んだ。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。どうやって書いちゃったんだろう。なんかね、マニュアルも複雑で、なんか運転免許の講習試験みたい。引っかけ問題みたい。なんとか以上とか、なんとか勝つとか。やりたい。でもなんかね、これ多分リトライ書いてあったからリトライできるよね。やろうやろう。変わりました。何ですか？ですね、はい、6個ブースがあって、一番左の上が、これは何？ソみたいな。ソ？あれ、記号が4つあるやつで、1つがソみたいなやつ、もう1つが、なんかね、記号がソに見えるやつ。ソって何？何？あの、カタカナの？あ、わかった。はいはいはい。ひらがなのソね。うん、ひらがなのソ。はいはいはい、あった。で、その右が A に真ん中に棒がついたみたいなやつ、あの T みたいなのがあるやつ、ね、はい、OKOK、はい、で、次が C の反転に丸点がついてる。反転、OK、はい、で、もう一つが木みたいなやつ、あの丸に棒、はいはいはい。あ、じゃあこれ順番わかりました。先やってみますか。はい。丸に棒が最初。はい。で、次 A に T みたいなやつ。はい。で、次ソ。ソ。で、最後 C 反転。はい、おー、クリアです。多分 OK。 で、その隣が起爆っていうボタンがあって、あ、それか。その隣がコード。コード先やる。うん。で、ワイヤー、はい、何本？ワイヤー1、2、3、4、5、6。はい。で、黄色いワイヤーはある？あります。ある。1本1本。白いワイヤーはあります？は、ないです。ない。黄色いワイヤーがあって、赤いワイヤーは？は、2本。2本ある。赤いワイヤーがなければ最後のワイヤーを切る。あるから、4本目かな、やっぱり。4本目を切るって感じ。はい、4本目切る。いきます。上から4本目。お、セーフ。よし、よし。で、残り3分。きた、このボタンですね。ボタン、はい、はい、起爆っていうボタンです、はい、青いボタン、ね、起爆で青。バッテリーは何本ついてる？バッテリーは大きいのが1個。単三電池みたいなのが2本。何それ。大きいのが1個だから、多分これは2ってカウントされるのかな。多分だけど、バッテリーが1本よりも多くついていて、ボタンに起爆と書いてる場合は、はい、落ちた。ボタンを押してすぐに離す。 OK、 いくよ。やってみて。緊張するね、このなぜかボタンを押すのが一番緊張する、はい、います。お願い。あ、いい音じゃないそれ。いい音してない？解除できた。やった、嬉しい。やった、やった、来た、ついに。ディフューズード。え、ディフューザー、ディフューザード。
なんかクリアみたいな感じかな。そうだね。お、でも残り5分の中で残り18巻が2分9秒だったから、え、めっちゃ良いんじゃない。めっちゃ早かったじゃん。うん、やった。オッケーオッケー、嬉しい。じゃあ今回の爆弾解除ここまでかな。いやー、めっちゃ楽しかった。いやー、これはドキドキしました。そうだね。うん、私見えないからさ言葉でなんか何とかするしかなくて。でも分かりやすかった。そうね。うん、てかなるの記号の伝え方がさやばすぎ特殊すぎるよ。いや、面白かった。でもなんかこれは離れててもさ、なんか協力してる感じあっていいね。そうだね。これ2人以上いればできるから、私たちは今回2人だったけど、3人でも4人とかでもね、お互い多分解く人は1人なのかな。そうだね。で、声を出して指示する人が何人かとかでもできるみたいだからね、皆さんもぜひやってほしいなと思います。はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。